ジョンストン島周辺地図ジョンストン干渉の領域。ジョンストン干渉はアメリカ合衆国領の北太平洋の干渉。ハワイ諸島のオアフ島からは西に約 1500km、ミッドウェー島からは南に約 1000km の位置にある。ジョンストン島と他に3つの小島を含む。淡水の確保ができない上に他の島からも距離が離れていることもあり。 かつて行われていたグアノの採掘以外の産業はない。先住民はおらず、かつてはハワイ王国とアメリカが領有を主張していたが、ハワイ王国がアメリカに強制合併させられたためにアメリカ領となった。1930年代以降は、アメリカ軍の貯蔵庫や空港、港湾施設が置かれ、軍人や軍族を中心に数百から千人程度の居住者がおり、 ホノルルなどからのコンチネンタル航空の定期便も就航していた。2004年にアメリカ軍が撤収して以降は各施設は閉鎖され、現在は滑走路跡地やその他の施設の跡地が残るものの無人島となっている。現在島への立ち入りは禁止されているが、国立野生生物保護区となっているために、魚類や鳥類などの研究者がアメリカ合衆国魚類野生生物局と アメリカ軍の許可を受けた上で、定期的に上陸している。珊瑚礁春節によるジョンストン島を埋め立て、拡張右側に一部見える3度島北東方向から、ジョンストン島の滑走路へ侵入する様子、ジョンストン干渉科学物質廃棄施設建設辞書記の土地掘削作,作業。ありがとうございます。